お掃除用のコロコロローラーを使って肩押し遊びをしてみました。コロコロローラーは粘着テープなので毛糸などがうまくくっつきます。これにぐるぐると巻きつけていって、これで準備完了です。お手製のスタンプ台の作り方は別の動画をご覧ください。ここに絵の具を出して広げて冷ボトルを用意しておくと水の補充がしやすいです。先ほどのローラーに絵の具をつけて画用紙の上でくるくるっと動かすとこんな風に模様がつきます。これを絵の背景などにするといいですね。使い終わったら毛糸を外します。掃除用のコロコロローラーですから1枚こういうふうに取れば新しい面が出てきます。またお掃除用のコロコロローラーとして使うことができます。毛糸だけでなく葉っぱやそれから布、梱包用のプチプチのシートなどを貼り付けても面白いです。これはヨモギの葉を貼り付けています。こちらはツタの葉っぱです。貼り付けるものを変えたり色を変えたりしてコロコロ遊びを楽しんでみてください。